お疲れちゃんです。ラットです。だけど今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、こちらの魔女神器デッキをね、紹介していきたいなと思います。前までヒールスピリットだったり、まあ今雪玉のパターンもあるんですけども、ここの枠がね、マザーネクロマンサーになりましたというようなデッキでございます。で、このね、マザーネクロ、まあ魔女とかママとかいろんな呼び方があるんですけど、まあとりあえずこいつはね、あんま強くないことによってそんな使われてないんですよね。そう、ぶっちゃけ本当にそんな使われてないんですけども、このデッキにはね、めちゃくちゃ相性が良くて、まあ、ファイボで死んじゃうんですけど、まあ、ファイボでやられてしまうマジアチャだったり、まあ、ファイボとかポイズン落ちたいエレキと組み合わせることによって、まあ、ファイボ枯渇になりますよね、と。で、もともとね、このデッキはスケラーの受けがちょっときついんですよね。そう、まあ、なんですけども、魔女がいることによって、スケラ打たれます。全部豚になります。はい、スケラ無効です。っていうところで、まあ、逆にスケラと当たったらもうほぼ勝ちぐらいの、まあ、勢いで、相性取れるので、取れますので、まあ、魔女はね、はい、まあ、対スケラ用みたいな感じですね。とりあえずなんか、出す必要はないんですよ。別にそんな活躍してくれるわけでもないので、マジでそんな活躍しないんで、出さずに、他でね、はい、回して、で、こういうの来たらもうね、なんならもう、いっちゃうよってコストも初手から10コスぐらい使うんですけど。さあ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 、いっちゃえ。あ、でもこれは？いや、豚に竹がいってる。あれ？あいつ全然守ってこねえな、相手。これさてはやばいか。端前にゴブジャイかジャイが、ジャキーンってか来る。いや、今度かい。なんでやねん。さあ、これはちょっと許容したいですね。結構コスト使ったな。一発。さあ、スケルトン部隊とコウモリがいそうな顔をされてますよね、あなたと。いうような感じですね。もしかしたら、あれもいるかもしれない。いや、これマジで高えな。なんでこんな高いんだ。いや、これ届くのかな。あ、届きそう。ナイス。さあ、スケルトン部隊。エレキ頑張れ。うわー、めっちゃいいザップされた。いや、これはさすがに届かないよなと思いつつ、念のため言うのを出すが、届かない。さあさあさあ、ジャイスパの矢の飴だったっけ？今、ザップ打たれたんですよね。もしかしたらスケルトンラッシュがあるが、マスク、スキアミ、コウモリ、ミニペまでいると、ないですね。普通のジャイスパかなという感じで、とりあえずいや、暇だな魔女。まあ、とりあえず出しますか。まあ、生贄みたいなもんですよね。本当に生贄になったわ。かわいそうに。まあまあまあ、上を踏みたいんですよね、エレキで。エレキで踏みたいんですけど、踏む瞬間に絶対ミニペッカとかが来るので、そうなんですね。まあ、こんなんも逆サイに頑張って持っていって、みたいなね、感じで、さあ、矢の飴ザップで処理してくる、こういうのが走って、いや、で、左、コウモリか？いや、これ、スケルトン部隊もあるので、マジアチャで、あ、今日相手ミスってる。いや、俺、相手のミスで勝てそう。待って、ムート。いや、相手のミスで勝てる、マジで。そんなことある。さあ、タルババゴーストでしっかり処理する。で、まあ、ムートも出してしまって、相手がコウモリとか来たら、まあ、あれに対してね、魔女を炸裂させていきたいが、さあ、相手はこれはもう、なえたことによって、シワザップを使っていく。さあ、行きましたね。さあ、グッドゲームでございます。まあまあ、見ての通り、まあ、魔女ですよね、と。魔女特になんかしたって感じではあるんですけど。相手がスケラだったらもっとね、大活躍してるというところで、今回相手がヤナアメザップだったんで、魔女も多分ヤナアメザップで処理されるんですよ。で、処理されるっけ？マジアチャがされるんですよね。440でされる。うん、ヒットポイント560だから、されないか。いや、されない可能性もある。いや、全然そこ覚えてないんですけど。まあまあまあ、どれかはね。相手がファイボとかポイズンでもどれかは生きるよと。で、そういうのがなかったら、よりね、めちゃくちゃ生きてくれるよというような感じですね。まあ、マジアチャエリキあるんで、小物系には全然元から戦えるんですけど、このマザーネックが入ったことによって、相手のね、小物にはより強くなりましたよ、という感じで。さあ、後ろからとりあえず、
なんか出していきます。なんかユーノとかゴーストを出して、相手に他のユニット咲かせて、まあそれを回収してみたいな。で、相手が陸受けなさそうだなっていう時とかがあったら、まあ攻めていくみたいな感じですね。ちょっとなんか延命したいんですけど、ムート結構壊れるな。いやーいやー、メガゴベビードラゴレー、ミニペッカーゴレー、ライトニング、いやそんな生き方する？今のことある？まあまあまあ、工場が全部ね、引き受けてくれましたよとさ、豚になる。いや、これトレーナーで金魚されんのかな？お前、豚、お前、迷惑やんけ、ほんとに。マジで、今ので金魚されちまうのか。やばいっすね。さあ、今回相手はゴーレンなので、結構嫌ですね。まあ、マジアチャーをめっちゃ低めで、大事に扱っていきたい感じはしますね。後輩のダクネとかがね、なかなか止まんないので、雪玉とか、なんかそういうのがないとね。さあさあ、ゴース結構入る。まあ、とりあえず後ろから流しとくもいいんですよ。相手ユニット4体しかいないんで、絶対いつかきつくなってくるんですよね。では、これはゴレを出される可能性もあるので、まあ出さないでっていう気持ちを込めての工場ですね。よし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 。さあさあさあ。いや、これはさ、魔女だな。魔女タイム。あ、1体？うん、1体、2体、3体。いや、うん、HP がね、もろもろなんですよね。もろすぎて、もろすぎて。いや、これワンチャン？いや、これね、でもこういうところでめっちゃ仕掛けていいんですよね。で、今見ました？皆さん。ランバージャック使ったんで。ぶっ発するんですけど、やばい、これ止められるとやばい。いや、これ止められるのはマジでやばい。だってあれを溶かさないといけないんですよね、僕は。さあさあ、でも相手はゴーストを受けないといけない。今トルネ使った。後ろだけやりてえな。後ろだけ、よしよしよし、後ろだけやって、小ジョババでしっかり釣って、よしよしよし、よくやったぞ俺、よくやったぞ、走れ。で、一応こっちも狙いつつ、いや、これ、うん、たまたまガイーン。いや、なんかあれ、射抜きたいっすね、ちょっとだけ。ゴースト入る。いや、これ相手、陸がないんじゃない？今、ランバーもあれも使った。あ、見て、来た！神の？神のマジアちゃん、ピーピーピー！お前言うの、俺の射抜きを邪魔すんじゃねえよ。まあまあ、今のはね、多分、ムートも入ってて、ユーノも入りましたし、最終的にはね。ユーノが届かなくても、まあ、僕のマジアチャが射抜いていましたと、まあ、いうような綺麗な、ね、試合でしたね。あの、ゴレとかはマジで陸がね、あえて限られてるので、まあ、しっかりこう、もう陸で鬼攻める、鬼攻めるって感じですかね。で、めっちゃタワーの裏側の、あの、低めマジアチャはね、あえてどうにもできないので、まあ、スペル打つしか。まあ、そんな感じでね。打たせて、ギリ耐えて、みたいな感じの繰り返しかなと思います。マジはって。魔女はあいつなんかしたの？まあ、途中、あれっすよね。ダクネのコウモリたくさん豚にはしていたよね。豚にしてたけど、みたいな。まあ、それが活躍したかって言われるとわかんないんですけども、まあやっぱ相手からしたらびっくりするよねって。はい。相手に一回キング起動もさせてあげてたんでね。はい、めっちゃ足引っ張っとるやん。まあ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 、まあ、ちょっとね、おもろいカードであるんでね、個人的にただただ好きなんで。さあちょっとね、マッチング早くしてくれ。はい、マッチング、いやー、展開いってはいる、今季いってはいるけど、ただ今沼ってるだけです。トロ戻します。さあマッチングしました。ガボイズゴッドよろしく。まあ本当に有能ゴーストとりあえず咲いていきます。で、相手が出してきたのに対して魔女だったりなんかいろいろ合わせてね、はい、相性いいやつをぶつけていくって感じです。言うのだったら、まあ同じデッキかペッカとか、ペッカですね。これ相手結構コスト使ってるからな。うん、違う、トルボード、いや勝てる。なんでお前そっちから言いに行った。あ、人気かー、すげえ嫌なの引いたな。まあでも人気別に勝てないこともないですしね。さあさあさあ、これ高めインドか。いや壊れるなよお前、お前、よしよし、高みだったら速攻踏むけど、いや、これは言うのか？さあさあさあ。これ、俺の走りで勝てねえかな。まあまあまあ。さあ、神器デッキ、まあ、陸、これはね、ラムライダーかな？相手は多分あると思うんですよ。
で、ファイブもあると思いますね。まあ、どう勝つって言われたら、どう勝つんだろうな。なんか、いつか。あんま自分から攻めない方がいいと思いますね。自分から攻めても本当にいいことないんで。さあ、とりあえず、タルババぐらい転がして。で、ファイボがあるんで、マジアチはケツはあんましたくないっすね。まあ、エレキぐらいならいいかな。でもこれエレキさえいっちゃうと相手のコジョババが止まんないっていうのがあるんで、それちょっと気をつけたいですね。さあ、ファイボで処理してくる。さあ、ママ登場。いや、このママが勝利を引き寄せるのか。さあ、圧がヘボいて。圧がヘボいて。まあ、言う、あれかな、もしかしたら。やばい、このダメージやばい、うわ、これやばい、いや、これやばい、これだってもう絶対カウンターきますよ、これ絶対。このターンに相手は、まあ、ラム、来ると思ったけど基礎いないな。さあ、来ますね。でこれ低めで踏まないとちょっとやばいですね。絶対なんか追加が来るんでね。よし、走って走って、いやー、で逆かな、いや、これ逆じゃねえのかな、ランバー、お、タルババ今日、あ、ファイボかもしれないですね。ランバー、まあまあ、悪くはないぞ。いや、待って、魔女これ、お前、いつ頑張ってくれるんだ、俺は今だと見た。いや、マジアチャで射抜くのは、ナンセンス。悩み。なんか、形、組まれてブッパが怖いですね、僕としては。やばい、うん、じじい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 、ちょっといっちゃおう、いってもう一枚咲かせつつの、いや、でけえ、あのランバイ抜いてるのめっちゃでかいっすね。お前勝てるんじゃない、いや、勝った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 、いや、いい、でかいでかいでかい、あ、ムート、いや、俺のしょぼい、やってもうたー、家の、いや、ダメージは勝ってる、ダメージはね、これ絶対なんか来るよな。いやー、怖えー。残れ。いや、残る。でかい。いや、こういうの工場をつけるだけで、相手は絶対5とかはね、打ちたくなるんですよね。いや、5外してる。いや、これ咲いた。いや、これムーとか進め。いや、ムー、うわ、めっちゃいいの。いや、でもこれもう1枚足りない。エピピピランドー、よし、来た。とりあえず、ゴースト。いや、後ろから1回追いつきましょうか。いや、怖えー。これ、まあ、タイブレーカー勝ったら、あと後ろからこの、なんかうざそうなやつ出しておけば、相手はマジで困ると思うんですよね。いや、まあ、ムートかな。ファイボサイター。で、あれ、エレキ使いたくないけど、いや、使うしかない。いや、これ、延命ゲーっすね、マジで。ほどほどに両サイ延命していけば、いや、まあ、このエレキやったかも。マジで。あのインドラに勝てないので、絶対。いや、これでは行った方がいいな。行った方が良くて。行った、ここで行くことによって逆サイを攻めさせないっていうね。よし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 。よしよし。で、ファイブが、まあ、ワンチャン来るが。よしよしよし。いや、いい。めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。めっちゃいいよ、俺。頑張ってる。めっちゃ頑張ってる、めっちゃ頑張ってる。ちょっとやばい、ちょっとやばい、やばい、ちょっとやばいよ。さあ。エレキ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 、踏め、踏んで、やめてくれ、さ、豚豚豚、一体、いや、楽しい、楽しい、きた、さあ、最後に豚のチョコ、さあ、決まりました。めちゃくちゃ大立ててあげるじゃんっていう、はい、まあそんな感じでね、まあ今日こんな感じで終わるんですけど。まあ、スケラーがね、今結構なんか減ってるんですよね、全然引けてないんですけど、あのマザネクね、意外と、まあ、マザネク神器ですかね。これ周りも強い。まあ、マザネクもまあまあ、たまに活躍できるよというようなね、デッキでございます。ぜひね、こちら使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価ね、コメント等もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。